い、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト7実況プレイ続きやっていきたいなと思います。ということでついにやってまいりましたね、ユバール編ということで、まあね、まあ7では結構なあのメインイベントというか、まあちょっといろいろ衝撃的なことがいろいろありますし、まあまあ神様の存在とかね、まあいろいろ出てくるので、まあいろいろ思い出しながらちょっとやっていきたいなと思います。ということでやっていきましょう。僕も早くジャンみたいに言ってるよ、ジャンね、覚えておいてくださいね。もう俺のなんか多分どれぐらいなんだろうな、多分初見っていうか7見たことない人も多分いると思うんだよね多分。まあなのであんまりネタバレしないようにやっていきましょうか。でもライラみたいなお嫁さんもらうんだ、えへへ。あの子と一緒だね、これね、あの石のところの町のグラフ、子供のグラフと一緒だね。なんだか網取り王にお祭りのことを思い出して懐かしくなっちゃった。青座のせいであの時パパの船から降ろされちゃったけど、まだ根に持っていく根に持っていく。結局 あちこち旅して魔物と戦うなんてすごいことになっちゃったわね。オッケー、なんだろう、どうすんだろう。我らユルバールの民はかつて封印された神を復活するため生まれてきたという。敵らは封印の祭壇で神を復活させた後はユバールの宿命もライラの運命も変えられるかもしれない。なるほど、大丈夫だ。んジャンナツ、今夜のテーマは特に冴えてるな。ライラもう胸がいっぱいっていう雰囲気でさっきテントに入ってたら大丈夫か、いいのか。うちのキーファーがなんかやらなんかちょめちょめなんか余計なことしてないよね。あれキーファーってなんか手出してんじゃないかなんかあったよね。じゃあ夢中でトゥーラを吹いてる。最近の若いメンツはどうも踊り気に腰が入ってないね。あんたもそう思うだろ。はい、あれあんたための人じゃないの、話がわかるじゃないか。私が娘の頃伝説の踊り子ベレッタ様のサイラーかなんて言われたもんだけどね。なんだマジか。さああなたも踊りましょうって神の復活を歌い踊り真実の未来を作るために。 OK、我々ユバールの民が探し続けた神の祭壇の西の山脈の向こう、明日にも山脈に向かって出発頃になるだろう。今夜はひとときの休息だ。 OK、 ひとときの休息だって。これあれなのかな、どこに行けばいいんですかどこに行けば。またガボか、ガボはもう酔っ払ってしまっていたような。この壺がいい匂いする。待って、なんかどっかのいたー、キーファーか。あ、夢で始まった。すげえ、なんだ。なあ青さん、踊り子のライナーさんって綺麗な人だよな。出た、もじもじしている。絶対連れて帰ろうぜ今回の世界戦では必ずキーファー連れて帰ろうはい、だよな、それに色っぽいし、俺実はああいう人好みなんだよ。でもみんなが集まって祝ってくれてるの、ライラさんどうしたんだろう。なんだか思い詰めたような顔してさ、このテントに一人で入っちゃってさ。オッケー、ちょっと行ってみよう。なんだライラさん、いや確かに木入れえなのかなあら、あなたは旅の人ですねって。私はライラ、ユバールの民の踊り子です。あなたはそう、青さんという日のね、いきなり景色の時にいらっしゃって驚いたでしょうって。私だって、私たちって少し変わってるの。もうずっと昔から神様を復活をさせるために宿命を背負って、厳しい掟も守ってきたの。そして私もその宿命も生きてるんだわって、この胸縄がそうすべきだと言っているから。これだけ、これだけ、これだけ。すごいね、 DS だとちゃんとティネマまで、胸のティニママであるよ見える、見える、胸のティニママで見えるよ。待って、あ、待った、出てきた。どうした、ティーファー。さあ、ヨアウさん、ライラさんと話したんだろうって、彼女の様子はどうだった。はいか、これはいかいいえってどう答えたらいいのなんなん、どう、はいか、よかったは、はいなのか、よくなかったは、いいえにしようか。そうか、元気がないのか。村のみんなが気づいてないみたいだけどな、なんだかよくわからんが、元気つけてやろうぜ、アオさん。何？そうだ、ビバグレイブを持ってきて、もらってきて、ライラさん飲ませて、オッケー。ビバグレイブ、オッケー。酒ってことだな。あ、あれ？顔赤くね？ちょ。この壺いいお匂いがする、待って、なんか、オッケー。いやいや、赤やろ。ビバグレイブ。さあさあ、新しい命の水、ビバグレイブがたくさんあるよ。え、ライラにビバグレイブを、ビバグレイブなんだよね。グレイプね、オッケー。あ、もちろん持って行ってやっておくれ。今これ胸がいっぱいだ、飲みたい気分だろうがな。これ酒ってことでいいんだよね多分ね。ビバグレイプを手に入れた。
グラスに受け取ったか。さあ戻るぞ。でもってどこだ。キーファすげえじゃん、ゾッコンじゃん。めっちゃ好きじゃん。キーファな、もうちょっとスマートだった方がかっこよかったんじゃから。アマさん、ビバグレーもらってきたな。オッケー。よし、俺がライラさんに渡してくるよ。いやー、こいつ、女を酔わせてどうするつもりや。頭、今当たってたよね。ちょ、入ってみよう。なんか説得して、くどいてんのか、お前。バカおじ。顔がな、いや、悪い顔してんだよ、キーファって。いや、うまいな、このビバグレープは。グランスタル城じゃこんな美味しい飲み物はなかったぞ。あら、グランドエスタート城って私はまだ行ったことないけど、どこ、んどのあたりのお城な、そうだよ、知らないもんね。どこって、まあ、辺境にある小さな城さ。王になるのが嫌で遊び歩いてばかりの王子がいる小さな国でね。って。あら、ウフフ、それじゃきっと、私その王子様と気が合うわ。なんだよ。え？これがそうなのか、運命感じちゃうのか。だって私も自分の運命が嫌で逃げ出したことがあるもの。毎日厳しい踊りの練習に明け暮れて歌を歌うのも嫌になったことがあるの。でもその時私励ましてくれたのがジャンだったわ。今日どうした。ごめんなさい、変な数字が入ってしまいました。そうなんだ、彼は振られている。そうなんだ、彼っていい人なんだな。振られてしまっている。さあどんどん飲もう。青さんも座って飲むよ。これな、お酒ではないのか。お酒でしょ。おい、ライライるかい。怒ってる。怒るんじゃない？なんだあんたたちは。怒ってる。旅のもいいで、ライラのテントに行って何をしているんだ。怒るよね。寝取られ属性じゃない限り、こんな状況で喜ぶやつはいないよね。待ってよ、じゃあ一緒よって。キーマたち、アオサンさんを、私にビーバーグレープを。ライラを、ん？取りに、ん？ライラに取りって何？これお酒なのかな、やっぱり。の、じゃったら。ライラは黙っていてくれ。おい、あんたどうなんだ。あ、はい、でいいのかな。本当の出来心だって全く痛む隙間あらしないぜ。大事な婚約者に手を出されて引き下がるわけにはいかないな。よし、表に出ろ。いや、無理だろ。キーはちょっと脳筋だから結構強えんだわ。恐るべきジャンの焼き餅出会ったが、その場は青さんたちがどうにか収めた。ジャンは自分の非を謝り、4人を和やかに語り合うことができたのだった。そんななんだ。バン、ドン、ガン、グシャッとか仲いいんだな。そして進められる青さんは、ビバクレイプを飲み干し、いつしか眠りを誘われていた。こうして夜も更けて雪、てんてんてん。なんか夜中のさ、にゃんかなかったっけ？あれ違う。いやダメだよ。これ、寝取られ展開でよくあるから、じゃあ。よくある、寝ちゃダメだよ。キャー！なんだ？おっと？なんかいる。あの騎士何？キーファー危ない！待って。こいつ。カエン切りか。なんだ。あいつは何だったの？ふう、やれやれ逃げたか。てんてんてん。なんだこれ。最強の剣士じゃないか。酔っ払って寝てるだけなの。なんだ。父さんしっかりして大丈夫？休まないららわしとしたことが油断して。確かに。何大したけいか。無理しちゃダメよって今ベルト様をお呼びしてくるから。しっかりちょっと結構いい感じのねえ、お胸で。また大丈夫キーファー。あ、このくらい何でもない。じゃあそれより早くお父さんのことを助けてくれてありがとう。すぐ戻るわ。あ、やっぱりそういうことか。ここでもう引かれてしまっているんだろうか。なんかちょっと顔がちょっとさね、あの人に似てない？あ、なんだ青さん、そこにいたのか。お父さんね、ファイブなのね、パパスに。ちょっとパパス的フェイスじゃね。いや、まいたな。雑魚とはいえ魔物がここに入ってくるなんてさ、きっとふと目を覚ましたらテントの中にライラさんがいないから外に出てみたんだよ。そしたらそこに彼女がいたから二人で話したんだけどさ、何なの？はいといいえって何なのかがちょっとわからないけど、なんだよその目。俺はただ彼女と話をしてただけだっつうの。そしたらてんてんてん、いきなり暗がりから魔物が襲ってきて、俺が戦ってたらダースさんも来てくれたんだけど、早くからこっそりやってきたもう一匹のダースさんに不意をつかれちまって、お前がグーグー寝てる間に俺は結構大変だったんだぜ。お下心全開じゃないか。お前知ったんやぞ、2回目やから。ちょ、下心しかなかったやないか。あ、おばあちゃんもいい感じのおばあちゃんだね。ベルタさんどうでしょうか。お父さんの毛が悩みますよね。ちょいっとお待ち。
ベホイミ、ウーム、何？かなりの毒をもらったようだね。で、命は別状はないけれども、とりあえず傷の手当てはしたけれども、もう 2,3 日は休んだ方がよかろうね。マジか。でも明日は旅の最大の出発日ですわ。父はここに残らなくてはいけないのですか？仕方あるまい。神の祭壇への道中はジャンの麻薬のトゥーラでなんとかしのげるでしょう。お前たち二人だけはここに残しておくのは心配なんだけどね。なるほど。あ、それなら俺もここに残りますよ。残るのか。おや、キーホンの先頃はよくライラを助けてくださりました。それにまたダーツとライラを守るためここに残ってくださると。俺たちは魔物との戦いを慣れてるし、神の祭壇には青さんたちが投稿しますよ。なんでだよ。お前何の下心しかねえだろ。なおさん、俺はここに残るから、お前たち皆さんと神の祭壇、こいつ家にしようぜ。よし、家にしよう。冗談言うなよ。神の祭壇、神様も復活されるものなんだろうって。そんな大事なためにお前が投稿しなきゃどうするんだ。お前も来いよ。あ、天の邪悪なんか、本当に来たいんだろ。これここまでか。これが最後なのか。お前残りたいだけだろ。いるよね、こういうやつ。というわけで、ですから俺はここに残って、明日出発する皆様に青さんお三人が同行してもいるよね。ちょっと俺酔っ払ってみてから、ちょっと少し、え、まあいいや、この話やめても。それは大変心強い。本来の急ぐ以外の方には甘えるわけにはいけませんが、しかし明日からの旅はこの世界の運命を左右することになるかもしれない大事な目的のため、ありがたくそのお言葉を受けさせていただきますよ。さあライラやって、ダーツを族長のテントまで運びましょう。ほい、はい、ベレッタ様。やだね、スケベな男はやだね。こうしてキーマはライラと店長に残り、アオさんたちとみんなと神の三段へと出発することとなった。アオさんたちは再びテントで眠るんちき、そして夜が明けた。夜が明けた。さあ、こっからどうなる。ああ、パパスフェイスが。ではライラや、先に出発するからダーツのこと頼んだよ。あれ、後から来るんだったっけ。はい、ベレタ様って、父の声よくなったら私も神の祭壇に向かいます。キーマ殿、ライダーたちのこともくれぐれもお願いします。どんとお待たせください。何があってもなっても、お二人を守ってみせますから。アーさんたちも俺が行くまで頑張れよ。またでも初見実況の時に、この先、これから先の展開はまさかだったよね。何、自分ばかりカッコつけちゃってさ。正解、マリベル。あんたもヘマしてるで、ライダーさんたち守る。さすがマリベル。ほっほっほ、仲間がいるというのは良いものですね。ではアーさんとも出発いたしましょう。行こう。奪い取る気か、キーパー。これなんだっけな、水の、これジャンはね、覚えておいてください。あの、初見見たことない人は、この人ちょっとすごいんで。あとあと、族長様、俺もやっぱりここに残ります。よそ者にライダーを任せるなんて。確かにこの通りだわ。これって運、いや違うか、まあこれはアザーの問題も出てくるな。わがままを言うではない。ジャイオン、お前がいなくて誰が魔除けのトゥーラーを奏でるのじゃ。そうだよね。神の祭壇へ急ぎ向かうことがどれほど大切かわからぬわけではあるまい。それは誰なんだ。母、族長様、先発隊の馬車で出発しました。お、そうか、では我々も出発しよう。ヤオさん殿、見苦しいところをお見せしましたの。神の祭壇は西の山脈を越えた向こうの湖、道中よろしくお願いしますぞ。我らユバールのためは馬車を進み、西の山脈の途中で休憩を取る予定です。よろしければ山脈の途中でテントで落ち合いましょう。では早速出発するかのって、皆様道中を気をつけなされ。なるほど。じゃあもう諦めろ。仕方ないんだ。もうお前は寝取られの主人公なんだから。もう仕方ないんだ。お前もう仕方ないんだ。あれ、またいね。あれ、どこ行った。まあいっか、行くか。あれ、どこ行った。いない。あれ、まあいいか、進むか。これ敵出てくんだよね、お三人。さあ、ついに三人パーティーが始まってしまいましたね。さあ、こっからどうなる。いや、来た。おお、なんかちょっとできなくて出てきた。ベビーコイル戦う、どうしようかな。作戦で呪文使うの。 OK、 いいよ。 OK、 よしよし。26 17、そんな強くないんだね。青さんにさ、素早さあげたいね。19。
ブーメラン持ってるから、まあまあまあいいか、まあいいや。一応早い、早い、初動が早い。なんか喉か、ごめんなさい。13。あ、なんかちょっと痺れてない？痺れて痺れて、よく見て。ちょっとごめん、早く倒しすぎた。ちょっと痺れてたよね、今ね。ま、あれなんか麻痺的な何かを。あれなんだ今。狙った敵を時々、ま、すげえ、毒ガノナイフなのに麻痺するんだ。へぇー。え、そうなの？まあまあいいや。まあ、毒に、まあ、近いちゃち、まあまあ、そんなもんか。まあいいや。うるせえ、お前。あ、あ、いなくなった。さあ、宝箱でもあるかの。あ、なんだ、あそこ。あれなんだ、あれ。あれ、湖にいたいの、なんかあったな。あ、宝箱発見。待って。ちょっと待って、欲しい。左に宝箱が見えた。さあ発見。やめて。ちょっとちょっとやめて。ドラゴンスライム。なんかちょっとさ、喉がイガイガするな。風邪でもひいたかな。またー。あ、しぶれてる。いや、めちゃめちゃいいじゃん。すげえ、いいね。これ、毒ガノナイフ結構いいんじゃない？さあ、レベルが上がった。どうなる？さあ、おさん15、何かそろそろ何か技を覚えてくれ。覚えてくんないんだね。いいんだよ。いた。魔法のセンスゲット。ありがとうございます。あざーす。違うね。今回はこういうのもどんどん使っていけるんで、まあ、全然楽かなと。こっちか。あれ、どっち行くの？こっちか。面白い敵がいいね。戦いたいんだよ、ね、ね。ドラゴスライム。なんかお金をさ、これさ、なんかさ、もう強い。これなんかなかったっけ？あ、こいつらさ、なんか白目になったとか、なんか俺なんかドラケーセブンの思い出って言ったら、なんか敵がなんでこいつ白目なんだみたいな。だからよく言ってたよね。あれなんだったっけ？あ、エリアチェンジだっけ？あそこか。あれなんだ、あれ。よし、一応レベル上げがてら、なんか教会みたいになるけど、そんな教会みたいなのあったっけ。これかわいいね。スマホストラップに欲しいんだけど。今だけスマホに、あ、スマホにストラップって、あれ、スマホにストラップってつけれたっけ。あー、つけれるとこあるんだ。ごめんなさい、すいません、突然関係ない話をして。あ、スマホのケースのカバンになんかちょっと穴開いてるんだね。知らなかった。さあ、でもってこっち上はなんであんの、めっちゃ長ない。何もないね、この。何、違うの、 OK。 これさ、いや、お前らなんだこれ。これ何、これ何、これ、さっき倒したっけこれ。いや、飛んでった。これ好きだわ。あのプシューっていく感じ超好きなんだけど。 OK OK。 よしよし、ゆっくり倒れながら消えていくやつ。なんだ、コンボいらなくね。弱いよね、相当弱いよね。これなんだろう、ここ、これなんだ、これ、こんなんあった。あー、ただの筐体か。なんだ筐体って。にゃーにゃー、おお、ミラクルにゃんこや。すげえ、もっとガンガン行こうぜ。よかったのかな。まあいや、行こう。あ、ちゃんと装備しましょう。あ、しまセーブしよう。そう、忘れた、最近セーブしないんだよ。途中でパチって閉じてさ、終わってるからさ、最近セーブしてないよね。ほら、よし、これ。すげえ、もう何時間やってんだろう。パート100まで行くのか。そんな行かないと思うんだけど、どれくらいだろうね。OK。はい、OK。さあ行こう、にゃんにゃん。これレベル上げスポッツだね、ここ、多分。ここでずっと敵に倒して、今のところで回復してもらってみたいなのもできるもんね。さあ、エリアチェンジなのかな？あ、違う。あれ、エリアチェンジではないのか。待って、どこだ？洞窟、そうだね、洞窟とかあるんだよね。やめて、
よっしゃー。さあ、300の洞窟。オッケー、待って、ゾンビ切りを、あ、たけしや、たけしたけしが、たけしがおる。そうだ、ゾンビ切りを覚えたはずのキーパーがいないってどういうこと。やめて、もう。おー、すげー、怖え、この泥人形、気持ち悪すぎだろ。28、よし、来た。上がんない。あれ、今上がる感じだと思う。待って、これさ、特になんもないよね、多分ね。特ににゃんもない、なんもないね。それはまたちょっともう当たり判定、ちょっと厳しくね、今の。いいな、ボン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 、いいね、18、いいね。ちょっとレベル高いかも。 PS1 もうちょっと、 PS1 ももっとレベル結構苦労したと思ったんだけどな。いきます、多分いきます。マリベルか。なんで、なんでそんなことすんの。狼呼んでくれよ、ガボ。いいね、いいね、バッバッそんな強くね、声なの。結構ダメージ入ってくれるから。あ、いた、まだいる。敵もよし、倒してシンボルエンカウント。いやー、あいつだ、さっきのやつじゃん。あれ、なんか強くなかったっけな。えいえい、これ強いんじゃない。9か、これ強いんじゃない。さっき襲ってきたからすごいだろ。あ、弱いじゃん、雑魚じゃん、全然雑魚じゃん。やめて、タケシがいっぱいいるたけしがいっぱいいる。さあ、来ました、おった、ブレレレル。おい、お疲れ様です。あなた方とマグロを戦っているおかげで、我々はさ、我々の方にはあまりマグロが寄ってきませんでしたよ。なるほど、僕だって大人の会議に参加するんだ、眠くなんかない。やい、かわいいね。大青さんなので麻薬のトゥーラなしにここまで来れてさすがじゃの。ところでわしに何かできることがあるかの。なんだ、おー、なんか装備、セーブおじさんになった。よし、オッケー。神野さんにたどり着いたらすぐにでも神に伏せられると思っていたが、どうも違うようだ。湖のほとりの洞窟の方から2つの神器を取ってきて儀式を行うそうだが、洞窟の麻薬のトゥーラもあまり効き目がないんで、あんたたちに頼るで。オッケー、任せろ。あんたらもこれ、あんたらもこれまで随分長い旅をしてきたようだな。そこまで言うほど俺たちの旅は神を復活させればそこで終わりになるかもしれないけどよ。あんたらの旅はそこからが本番なんじゃないのか。そんな気がするぜ。ヒック、酔っ払っとるな。ライラたち今頃出発してからジャンが随分と心配したけどって。ジャンは本当にライラが好きなんだよって。自分の体に精霊様の痣がないことは本当に不名誉なのに、ジャンは喜んでいてさって。だってそうじゃなきゃ痣のあるライラと結婚できない。なるほど、これがね、素早さの種を全然使っとらん。武器はないのか。武器は、あ、なんかいる。しベレッツ様、起きてしまいますわって。参道を歩いていらしてとてもお疲れのようです。皆様こちらでお休みになりますか。一応休めようか。オッケー、あ、休んでよかったんだから次の日進んでしまうんじゃないのか。これどうなんだろう。あー、進んでしまった。まあいいや。さてと、テントもみんなも、いや、いや、ごめん、進んじゃった。まあいいか。じゃあおさんたち、また俺たちは先に出発しますよって。あとは一気にこの山の南の湖まで向かいますけど、よろしくお願いします。では待ち、後ほど。息子イケメンじゃない、右のやつ、現代人っぽい。あ、なくな、寝てしもたやないかい。寝てしもたやないか。あ、これさっきの子か。やべえ、寝てしもた。まあいっか、まあ、大したイベントもないだろ。いや、あったかな。さあ、寝もって、こっからがどっちだ、どっちだ、どっちだ。祭壇、敵も同じ敵だもんな。いや、なんか面白い敵はおらんかな。いいね、ブラブラ、12、いいね、ブーメラン、いいね、ブーメラン。21、ブーメランたくましいね。さあ、レベル上がった。誰ですか。ガボ、マリベル。マリベルだったな、ガボか。特技覚えた、なんだ
な、ね、ちょ、ちょ、ちょ、な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 んて書いてあった今。特技を覚えたって言ってなかった。まあ、行こう。さあ、来た。結構近いよね。やっぱ、あれだ、プレステ版よりもやっぱ早くなってんのかな。さあ、来た。この音楽。いやいや、お疲れ様です。いよいよここまで来ましたね。どうやら小手に見えるが神の祭壇のようです。でもどうやってあそこまで行くんだろう。なんだ、あーなんか見える。めちゃめちゃ神秘的やな。すごくね、ほら、めっちゃ神秘的じゃん。うわ見て、すげえ。まず水を抜くんだっけ。よし、テレ東に頼もうよし、ロムの淳に頼もうぜ。これどうすりゃいいんだろう。まあ、いっか。うわ、めちゃめちゃ綺麗。オッケー。ヨハンたち、見てくれよ、この湖を。神の祭壇は湖底に沈んじまっている。神の封印のとこには、あの祭壇まで行かなきゃいけないって待っちまったの、本当だよね。さあ、ということで、ここか？青さん、道中お疲れ様でしたの。って、我々が神の封印を解くため必要な二つの神器は、なんと洞窟ではなく祭壇にあるとか。いや、このわしが古文書を読み違えていたようでしてな、ては。はは。今、皆が集まって、あの祭壇に行こうを考えておりますじゃ。ところで、わしに何かできることは、あ、ごめん、セーブ落ちたんだ、ごめん。やめる。行くのかな？族長のじいちゃんが古文書なんてものが読めるんか、さすが族長だな、オッケー。これは、その、申し訳ない、申し訳ないお待ちくだされ。今夜中には我々の先祖が残した大臣の民の印とは何かを調べておきますから、なるほど。あんたらとジャンのに洞窟行ってもらうにはこの謎が解けてからになりそうだ。テントで寝とけってこと？オッケー、寝よう。はい、寝りゃどうにかなんのか。イベントでも始まんのかな。さあ、外出よう。いいね、神の祭壇綺麗だったね。あそこ湖、あーさ、なんか始まってる。これがどうやったら年取っていくんだろう。じゃんね、やっとお目覚めで書いて、湖の水を引くのに必要なものが分かったから洞窟に出発するぜって。何でもこの大地の鈴で洞窟の奥の仕掛けが動くらしい。この鈴は我らがユバールに伝わるので一族に以外にものに鳴らすことができない。だから洞窟では俺もお供させてもらい、よろしく頼むぜ。オッケー。あ、ジャンが仲間だった。これでちょっとね、知らない人はね、このジャンさん行く末をぜひ見守ってほしい。いろいろあるんで、いずれでまた出てきますから。このジャンもいいよね。トゥーラヒ、謎のトゥーラヒとしていずれ。けれど神が封印されたのは遥か数百年も昔のこと。まあ数百年ぐらいのか。我らの中でも古代文字を理解できるのもわずかしか残っていないのです。しかしジャンは勉強家で古代文字も少し読めますから、洞窟内でお役に立てる。これ洞窟内でこっちか。OK、来た。あちゃん気をつけて行ってきてねって。青さんたちもてんてんてん。うまくやって、湖の水が引ける頃にはライラちも追い、待った。どんな感じの、ちょっとダンジョンだけ見ようか。あーなるほどね。これよかったな。ここよかったね。これめっちゃ綺麗じゃない、ほら。あーほら、入り口も見える。さあ、ということで、まあ、今回はこの辺で終わりにしたいなと思います。よろしければチャンネル登録、そして高評価などもお願いしますね。あの、サブチャンもね、皆さん、よければ登録よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わります。それで皆さん。